大石聖之助明治44年1月24日は、日本の社会主義者、キリスト者、医師、高徳事件で処刑された12名の一人。画後は、六帝、キー・新ング中市長出身。同志社英学校英語普通科中退後、神田教立学校で英語を学び中退。1891年6月渡米市、ワシントン州、わらわら市のセントポーロ中学校入学。 1892年オレゴン州立大学以下に入学。1895年4月1日オレゴン州立大学卒業。同年4月から7月までモントリオール大学で外科学を学び、10月に帰国する。翌1896年シングルで委員を開業。1899年で遠線病研究のためシンガポールを経てインドのムンバイ大学に留学。 1901年帰国。ムンバイ滞在中、カースト制の実態を知り、社会主義の思想に目覚める。また、アメリカ留学中に国庫をしていたことから、1904年に、新宮の町に太平洋食堂を開き、自ら料理人として、西洋流の食生活を庶民に紹介した。坂井俊彦が主催していた家庭雑誌に、 西洋料理に関する記事を寄稿し始め、堺を通じて、社会主義思想に興味を持った。社会主義関係の文献を読み始め、高徳周水や堺俊彦らと交流を持ち、自宅には多くの社会主義者やアナキストなどが集った。1910年高徳事件により検挙され、旧地の良さの鉄管が、文学者で弁護士の平で修に弁護を頼んだが、 1911年1月18日死刑を宣告され、24日14時23分に大石の死刑が執行された。43歳坊津。2018年1月24日、新宮氏は人権思想や平和思想の基礎を築いた人物として名誉市民に認定する。長兄大石余り平の長男は西村伊作。鉄村の夫は坂倉純三。 時系玉木鳥九の長男は玉木星。鳥九の妻の十余位は山本七平。ありがとうございます。